アメリカ大統領選候補者指名争い序盤戦最大の山場スーパーチューズデーその結果を徹底解説。 アメリカ大統領選挙に向けた指名候補争いは序盤戦の最大の山場スーパーチューズデーの投票が行われ民主党はトップを走るヒラリー・クリントン前国務長官が共和党は不動産王のドナルド・トランプ氏がそれぞれ過半数の州を制しました 多くの州の予備選挙や党員集会が集中するスーパーチューズで過去には1992年のクリントン元大統領や2000年のブッシュ前大統領が過半数を制しその後、指名を獲得するなど選挙戦を左右することが多いとされています。ここまでで民主党共和党共和とに大混戦となった候補者争いですが今回の結果を受けて 民主,党主流派の本命クリントン氏と共和党の異端候補トランプ氏がそれぞれ指名獲得を確実にしていくのかそれともさらなる波乱があるのか今夜はスーパーチューズデーを徹底解説アメリカ大統領選挙の今後の展望を専門家に伺います、はい とということでゲストをご紹介しましょうスタジオにはアメリカ現代政治がご専門上智大学教授の前島和弘さんをお迎えしましたよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします前島さん聖書初登場ということでプロフィールをご紹介しましょう前島和弘さんは1965年生まれ静岡県のご出身です上智大学を卒業後アメリカのジョージタウン大学大学院で修士課程を メリーランド大学大学院で修士課程を修了現在博士課程を修了え現在は、えー、上智大学総合グローバル学部の教授でいらっしゃいますご専門はアメリカ現代政治で著書にアメリカ政治とメディア政治のインフラから政治の主役になるマスメディアなどがありますはい、まあ、一番さんはふだはどういった研究をされていらっしゃるんですか、はい、アメリカ現代政治、まあい 一般ではあるんですが、中でも議会とかメディアとか選挙、うん、まあ今回選挙なんですけどこんなことを見ております。メディアというのはね、向こうは結構その局によって随分とスタンスも違ったりと、ね、カラーがはっきりしてますよね。そうですね。あ、うん、そんなこともなんか研究対象の一つではあります。うん、はい。ああいうメディアの放送放送とか報道のあり方というのはやっぱり選挙のまあ状況なんかに影響なんかも大きく与えるものなんですか。あ、あります。あの間違いないそう,そういうところがございます。例えば右のメディアだったら、えー、共和党の応援団になり、はい、左のメディア。 だったら民主党の応援団になっているところはございます、うん、ネガティブキャンペーンなんかもよく取り上げられますよねそうですね、うん、あの要するにえっ、ー、と保守のメディアだったら民主党の候補をやっつけるとかね、はい、逆もあるわけですけどね今その保守のメディアの中では保守なんだけど でも、保守なのかっていうことで、トランプさんも保守じゃないみたいな叩き方をしているみたいですねそです。そうなんです。あの、まさにそれが今の共和党の難しさを示しているのかもしれないですよね。うん、そうですね。そうしたメディアの実情なども、後ほどいろいろ伺っていきたいと思います。はい、で、せなって2月17日、小西克也さん、それから渡辺正人さん、そして町山智博さんと一緒に大統領選特集しました。はい、その際、スーパーチューズデーの頃には、政数も判明するだろうというような読みもあったんですけれども、はいはい、数千もね。 そうした中で、蓋を開けてみたら、大混戦ですよ。はいね、大変なことになってます。というわけで、このスーパーチューズデーの意味から。 教えていただきたいと思うんですけれども、前島さん、このスーパーチューズでなんで山場、山場って言われるんですか。はい、まずアメリカの予備選段階、予備選段階って何かというと。えー、共和党民主党のそれぞれの候補を選ぶ段階なんですが。それってかなり前倒しで、最初の愛用はニューハンプシャここら辺が重要なんですが。うん、その次、まだ前倒しなので、次に来る大きな山がスーパーチューズでなんですね。うん、これ、あの、えー、今回ですと,、えー、と、民主党の場合、十一州とサモアですね、米領の共和党だっと十一。 要するに一気にここで、えー、次なる、えーと選挙えー、戦いなんですが、いろんな、えー、と数の大、えー、と多くの代人がここで分かってしまうというんですか、分配されてしまう、はい、そんな形でございます11州でというのは、アメリカ50州ですので、はい、もう5分の1で一気にやっちゃうということになるんですから でしかも最初の方って、メディアの話でいきますと、やっぱり注目が集まるので、IOA、ニューハプシャー、あとまだネバダとか、サスカララニとかありましたけど、ここら辺って大注目ですよね、うんうん、その大注目が続いてきて、やはり最初の方って、あとよりも影響力が大きいんですね、だからスーパーな、火曜日なんですね最初の方でも大体の方向性が決まると、あとで投票することになる週にも、やっぱ投票行動、人々に影響を与えていくんですす与えますもう行かないです。 決まっちゃうからいかない、ばかばかしいから行かない。あ<ー>ただ、これ微妙でして、今、大統領の予備選もやってるんでさ、実は議会の予備選もやってる州が多いんです、一緒にやってくるところが多いんですけど、はいはい、そうすると、あとの方って誰も投票しなかったりするので、はい、大きな問題だったりするんですよねああちなみに確認なんですけど、はい、この投票順って、州によってあのー、まあ、 早めの州と遅めの州ってありますよね、はい、これはもう固定なんですか、えー、微妙に固定ではございません、ただ、うん、一番最初にアイオワ州党員集会をするよ、これは決まってます、あと、うんはい、予備選の一番最初はニューハンプシャーにするよ。 はは決まままってています、はいすすあとはかなりずれています例えば今回のスーパーチューズでございますが、何をもどこの州がスーパーチューズでかも、どんどん変わってます、<ー>ま同じことは一回もないと思います、えー、どうやって決めるんですか、えともうこれ党の中の戦いで、はい、さっき申し上げたんですが、予備選は最初の方がポイントだとすると、どこの州も最初に行きたいんですよね、はいはい、で今度はどこが最初に行くんだって、その競,競い合いになっちゃってて、あ<ー>えー、でちょっと先に行き過ぎになってこう止めるところがあり。に<っ>にならならいように今回 はあっちが先みたいなそれもあありますあと,、えー、と、微妙に本当に影響力あるニューヨークあの、影響力あるってことは銀行が多いんですが、ああいうのを少し遅めに持ってくるとか、<ー>いろんな配分がありますなんで各州は、先に先にってやりたいんですか先に先にっていくと、なんていうんですかね、メディアのこともありますけど、うん、人々の印象がつくもうできるんですよね。例えばアイワで大勝利 ニューハンプシャーも行ける。うん、ニューハンプシャーで勝った。じゃあ次に行ける。こんな感じで、先に行けば人々の印象が固定されるんですね。ースーパーチューズで大勝利もこれで決まったって思ってる人も多いと思うんですよね。<ー>例えば今回の二人の候補、えー、大勝利とはなかなか言えないんですけども、うんえー、結構固まったかなって思っている人も多いと思います。とそう思ってるのが多分アメリカの国民感情だと思いますね。なるほど。 まあ、スーパーチューズで毎回党の、あ、州の顔ぶれは変われど、はい、大体この辺りで大きく決まる。大きく決まってきますね。今回もそうじゃないかなと思うんですけどね。あの、結果を見ますとね。うん、制度の話、またちょっといろいろ伺っていきますけど、あの、今、大議員っていう話がありましたけれども、はいはい、大議員 っていう一体何ですか変な政党ですよね、うんえー、基本的にこれって何かっていうと、アメリカの選挙って基本的に間接選挙なんですよね、はい、直接選挙じゃない、うん、どういうことかというと、えー、その州の代表を選んで、この代表っていうのは大体、えー、例えば民主党だったら、えーと、サンダースさんとクリントンさん、どちらかに投票するか決めてるわけですけど、うん、この人たちを割り振りながら、最終的にもう一回、その投票を夏の党大会でさせると、はい、でそこで決めるる要するにだい、えー、と自分の代表を決める。 のが今の予備選なんですね、うん、それを代理員、うん、自分の代理だと いうことなんですでもう一回選挙させるなんでこんなばかばかしいことをしているのかというと、大統領選挙はこれ、秋もあって、これも同じ制度なんですけど、あれも間接選挙なんですけど、これ、何かっていうと、やはり民主主義はどういうものかっていうところにつながるわけですよね、人々の熱情で、一、えー、回で決めていいのか、いや、そうじゃなくて、もう一回考えるのかっていう、時間を取らせようとしてます、大統領選挙も全く同じです、はい、大統領選挙は大任と言わず大統領選挙人という、同じような形で選んでいくわけなんですけど ということで、大議員が一応、その、まあ、多くの国民たちの投票を受けた格好で、また議論して選ぶんだという格好を取るということになるわけですね。まあ、そうですね。格好と,というか、えー、今日ももしかしたら後で、えー、触れる可能性もあるんですけれども、その、うまく党大会で最初に決まらなかった段階、はい、さてどうなるかっていうときに、まさにここで大議員が重要になってくるんですよね。うまく決まらなかったから、もう一回ここで話し直そうと。うん、そういうときに、この人たちが重要になってきます。ですので、この人たち何かっていうと、 まあどちらかというとリーダーなんですよね。うん、政党のリーダーたちが代議員として選ばれるわけです。代議員になるのってやっぱり名誉なんですか。はい。名誉なんですか。名誉だと思います。名誉というか党のリーダーでしかなかなかなれないところがあります。<ー>ただ、うんえー、そうすると。 あまりにもう党のリーダーがコントロールするんじゃないかっていうそういう批判もありまして70年代にいろいろ改革して若者枠とかアフリカ系枠とか女性枠とか民主党が持ってきたりいろんな改革がされましたですので実際メンバー見てるとなかなか変わってはいるんですが基本的には下院議員とか上院議員とか各州の知事とか そういう人が多いですけどね。うん、なるほど。その大議員なんですけれども、はい、その民主党が4764人、はい、共和党が2472人、数がずいぶん違いますね。はい、はい。これもあの基本的に。 夏を、秋の大統領選挙はこれはもう決まっています、うんうん、数が、大統領選挙には。えー、今回の場合は、予備選の場合で党の代表なので、いろんな思惑でさっき、女性枠だったり、マイノリティ枠だったり、えー、そういうことを申し上げました、はい、若者枠だったり、それなので民主党が大きくなっちゃったりしたんですね、すで、うん、に民主党が大きいんですね、はいはい、え共和党のほうが多少少ないとい,ういろんな代表をうちは小さな声も聞きますよみたいな、ね。 党のカラーが出ているとそうすると、ものすごく大きくなってしまうんですよね、これはの、大議員という形でその、例えばトランプさんに、えー、投票すると言ってる大議員に、えー、投票するとか、そういう格好になるわけですよねこれ、なかなかまた複雑な制度ではあるんです、うん、基本的に、えー、今は 固定なんです例えば、ヒラリーさんが、えー、今回勝った代任が割り振られる比例代表ですが、その割り振られた人たちはそこにヒラリーさんで夏の党大会入れないといけない。サンダーさんも入れないといけない。なこれが制度です。ただ、後でまた出てくるかもしれませんけど、個数とあまりこうこうみ人々の意見を聞いているだけじゃ、政党としていい人を選べない可能性があるので、うん、民主党の場合、特別代任っていう、はい、党のリーダーが枠を持ってて、 この数が共和党よりものすごいんですよね。はあはあ、そういうことだったり、共和党も多少あるんですけども。はい。特別大議員というのはスーパー代議員とは。そうです。スーパー、スーパー、デレケ、スーパー代議員。のことを。そうです。まあ、日本語の訳はどっちかっていう問題ですけどもね。はい,はい、はい。まあ、非民主主義的ですよね。要するに、えー、呼びえ、代議員改革をして、いろんな人を民主的に入れて、数を多くして。というのと同時に。 党のリーダーを残しておくと。はいはい、この二つの制度です。民進党は何かっていう、そこが大きなポイントで、それを考えるための制度でもありますけど、ね。なるほど。そのスーパー代議員、特別大議員は、はい、また他の人たちと違って。はい、自動的に割り振られるというわけではない。ないです。うん、そこはポイントなんですよね。はいはい、だから、左対クリ、ええー、左クリントン対サンダースさん、実は。 え接戦、今日もお話がありました、接戦とありましたけど、全然接戦ではなくて、接戦じゃない、えー、クリントンさんが最初からもうずっと勝ってます。お<ー>それは、えー、まだ誰も投票をしていないけれども、えー、絶対クリントンさんに投票する特別第二人で、もう10対1ぐらいですね、そこだと。はいはい、特別第二人の数だけでいくとね、はいはい、そうすると、サンダースさん、最初が勝ち目ないんですね。はいはい、勝ち目はないけど、ここまで人々の、 意見というか若者からの熱狂で勝ってきた、うん、この勝ってきたところは素晴らしく、なんか、一種感動的なものでもあるんですかねうんで。スーパー大員の人たちは、はい、あの人々の,あの投票行動に関わらず、それぞれの自分の意見で投票することができ,るんです、ね、できます、はい、ただ、そこを無視すると、民意はっていう例の問題になってくるんですよね。だからいろいろ手続きが重要にななるとといううことなんです、ね、そうですすそ大議員の,その選び方をもう少し詳しく伺ってもいいですか。はい 議員というのはどうやって選ばれるんですか、これ各州で全部違ってるんですね、州によって違ってるんですね、いつまでに立候補してだったり、立候補のところもあります、あと、昔なんかは本当に、最初から党のリーダー自分たちが出るんだ決まってたりして、それは問題だからって、だんだん改革されてきて、大議員を選ぶための選挙みたいなのをやってるところもあります、変な話ですけどね、大議員を選ぶんですが、その大議員が誰になるかって選挙ですね、それもやったりするところもないわけでもないです。でも基本的にはなんか 顔役みたいな人たちがなんとなく5選で選ばれていくケースが多いですね。うん そうした代議員にまあ投票するということになったときに、はい、これ、投票の割合で配分していくんですか、それともそうではないやり方なんですか、こ,えこれ、あの、えっ、ー、と、ちょっと代議員をどう選ぶか、この選び方の問題、ちょっと不思議な言い方ですみません。えっ、ー、と、今やっている、この党、代、まあ、議員が誰かっていうのはちょっと置いときながら、今やっているのは各州の中で代議員をどう振り分けるかって話なんですね。はいはい、振り分けで、えー、基本的に今やっているのは民主党も共和党も比例配分です。<ー>ですので、えー、今回、ヒラリー・クイントさんは初、初、行を勝った。 サンダーさん4個勝ったって言っても、えーえー、全部ヒラリーさんが大勝ちではなくて、えー、得票数で割っていく。うんうん、基本的には一定数はあるんです。一定数取らないと割り振れられないんですけど、えー、基本的に割っていきます。うんうん、割っていくので、まあ差はつかないんですね。ここの段階ではね。だから、先ほどおっしゃられたような形で、非常に競ってる感じはします。 うんそうですね。えっ、ー、と、えー、共和党の方もそうです、えー。共和党の方は後になって、ついもう、もう少し後なんです。3月15日以降なんですが、勝者総取りで、一気に各州、一つの州勝つ、勝てばその候補に全部の代理人が割り当てられた、<ー>代理行く区別があるんですけど、今のところは基本的に、えっ、ー、と、比例代表です。ですので、えー、トランプさん、クルーズさん、ルビオさん、差は、 えとトランプさん圧勝に見えるかもしれないけど、第議員の数だけ見ると、そんなに差は大きくはないです州によって、大議員の数が違うわけですよね、はい、違います、これは人口比です。勝った州の数だけで見ていいものではなくて、く取った大議員の数でちゃんと見ていかないというわけないとで、うん、民主党の場合は、影の隠れた、えー、っと特別第議員もあで隠れていると、はいはい、ラスボスがいるわけですね。 今回のスーパーチューズデーで最も注目すべき重要な州というのはどこなんですか、はいえー、といくつかあるんですが、まあ、皆さん注目したのは共和党の方で、テキサスですね、はい、これ、なぜかというと、人口が多いんですね、人口が多いからで、あとそれだけでもないんです、あの実はテキサス、あの今回あの、トランプさんのライバルのルビオさんとクルーズさんがいるんですが、クルーズさんというのはテキサス選出議員なんですね、逆に言うと、うん、クルーズさんがテキサスを落としたら、目がなかったんですね、<ー>ただ、勝ったんです。 これでクルーズさんの目が残ったんですね、その意味でテキサスはとても重要で、トランプさん今回、テキサスをもし勝ったら、実はもう大勝利宣言をする。 予定もあったらしいですほうほうでただ、えーと、勝てないのが分かったので、えー、記者会見の場所、なんか勝利宣言じゃなくて記者会見をフロリダでやったんですね。うそう、なんかやっぱテキサスを巡っていろいろチワトナ動いていました。民主党の方もいろいろあるんですけども、まあ、えー、そうですね、えっ、ー、と、私は思ってるのは、あの、えっ、ー、と、まあ、サンダースさん4つで勝った中に、 勝てなかったマサチューセッツ州っていうのがあるんですね。はい、これはのリベラル派の画像で頭、まあ、賭くて、えっ、ーえー、と、まあ、学歴が高いところで。マサチューセッツといえば工科大学っていうイメージがありますよね。あとハーバード大学がありますね。はい、<laughs> えー、マサチューセッツ州立大学も強いところなんですが、うん、若者の画像なんですね。若者の画像その若者の画帳で負けちゃったんですね。で、ここは多分がっかりしてると思います。 ずっと若者のね、指示を得ていたっていうふうにサンダーさん言われてました。そうですね。で,すねうん、で、ただ、あの、その代わりに今回コロラドとかオクラホマとか、ああ、えっていうところで勝ったので、はいはい、まあ、大きな板では出ではないのかもしれませんけど、ちょっと驚きましたね。うーん 今回、いろいろ共和党の方でも民主党の動きがありましたけれども、共和党の方でクルーズさんがなんとか勝ちをいろんなところで取ったということで、ね。あの,他の候補者はもう自分に協力してくれみたいな、そうした呼びかけもしていましたけど、これはどういうことなんですか、はいはいえー、と今、変なことが起こっています。あのまあ勝つはずがなかったトランプさんがここまで来たのはもう皆さんご存知なところなんですが、トランプさんに関しては、ここを 1>, 1週間でいろんな有力な議員とか、うん、えまあライバルだったクイス・クイスティ、えー、大統領選の、えー、候補者争いの姫候補争いのライバルだったクイス・クイスティさんもトランプ支持に移ったようにトランプ応援団がどんどん増えてるんですね。一<ー>一方、えー、と恩恵派で大統領になな番まともそうな こんなこと言ってはいけないかもしれないけど、ルビオ候補に関してはいろんな応援があります。若いと言っても実はルビオとクルーズ一切違いなんです。そうなんですね。一歳なんだからね。動画のように見ますね。あの四四と四十五なんです。で、ただ来年のせん今年の選挙では四十五で並ぶんです。どちらもクルーズさん十二月生まれなのでね。でいずれにしてもトランプを応援、トランプさんを応援する人、ルビオさんを応援する人はいるんですが、クルーズさんはいないんですよね。なかなかまあ。 ごめんなさい,い,いあのドランプさんがこんなこと言うんです。あいつは本当に嫌がらないいやえー、っとみんなに、えー、嫌われてる確かに確かに嫌われてるところがありましてあ,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 あの貧乏がないんですか人望がないですえー、なんか、えーまあ、借りた金返さないとかですかいや性格は悪いです性格は悪い熱々 <laughs> してます熱々してる。<laughs> 簡単に言いますとそ,そういうことがもうみんなに分かられて,かってまってます。あの、<れ>本当に、粘着するとかそういう。あの、それ以前にもこスピーチ見れば、うん、この人は耐えられないと思います。<ー>こんなこと言っていいのか分かんないけど。聞いてられないってことですか。聞いてられないんです。あの、トランプさんのほうが恩恵です、まだ。表現内容はどういうものが大事であ、もう、なんていうのかな。えー ど,どこを取ればいいんですかね、トランプさんの場合は過激に記録があるんですけど、はい、クルーズさんのほうはねち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 くるんですね、はいはい、一つ一つのことで、言ってることは、そうですね、例えば、えー、トランプさんと変わらないのは、まあ、例えば、えー、イスラム国対策だったらシリアを銃弾爆撃しろと、<ー>とんでもないこと言ってるんですが、えー、クルーズさんもそうですね、同じことを言ってる、あと、クルーズさん、個々の政策を見ると、えー、なんていうんですかね、えーと、トランプさんよりも、もっと減税を ですかね、あと、もっと宗教保守的なところがあって、ですので、こっちの人の方が多分なんか、嫌、えー、だなと思う人多いんじゃないですかね、日本の中でも。<laughs> なるほど、はい、それがそのなんかちょっと限り隠れているけれども、実際問題としては強力な極右なわけですよね右です、うんあの、ティーパーティー派です、はい、まさに。 まあ直後というよりも、まあ、ティーパーティーは直後というよりも結構もう大きな,広い,団体にな広い運動になっていますけどもえ私自身もティーパーティーの方々と何回か一緒に歩いたことありますけど取材調査のためなんですけど。はいはい、やっぱりあの 一緒にいいいたくないタイプでですすよねどううところかやっぱり言ってること、めちゃくちゃですもんね、<う>あ<の>オバマさんは、えー、共産主義者だと、あれは陰謀で、<う>彼を選んだのはアメリカを共産化するからだなんて、真面目に言ってたりする、はあ、それがあの、そうだ、そうだ、そうだっていうのは、みんなラリーをしてるような、あの集会してるような人たちなので、あんまりお友達になりたくないですね。なるほど 当の中でその粘着質っていうことは、はい、要はその敵をむしろ攻撃するとか、相手の失敗をこう上げ足取りするみたいなもので、喝采を浴びてきたみたいなところもあるんですか、はい、抜群の、なんていうんですかね、演説力、嫌な演説力ですけどね、あ,あ,あれはそうですね、去年でしょ、おととしかな、えー、議会の中で非常に2番目に長,長い演説、すみません今、データが出てませんが、14時間でした、13時間、真面目に演説したんですね、PR のために、自分の。 それは何かというと、オバマケア、医療保険改革を潰そうと、それは疑保戦術みたいな、っそうなんですがスミス、都へ行くみたいな、よくご存知でしょう、まさそうなんですが、今の、これ、フィリバスターという制度、上院にあるんですけど、このフィリバスターって、実は、演説しなくてもボタンを押せばいいんです、うたち、フィリバスターするよと、みんな決めれば、いいんだけど、ただ彼は、 テレビに映りたいため、メディアに目立ちたいため、えー、十数時間、長時間演説をして、<ー>いかに、えー、オバマケアを廃止すべきか、でもそれを、えー、彼は始めたんですが、でも周りの彼と同じ共和党の候補、えー、と議員たちは、一切も、あ何バカなこと言ってるんだってこう言ってて、マケインさん、日本でも有名ですよね、2008年の大統領候補ですが、5分でバカバカしくて、も出たくなったっていう、はいはい、そういうた感じですね。でも嫌わ,その嫌われながらも、十数時間話しちゃう。 中には子どもの何ですか、えー、童話を読み出したい、時間を持たせると <laughs>、えー、のとてもそのスミス、都に行くの、あの感動的な世界とは違います、うん、民主主義を守るためにとか、不正を守るためにみたいな感じでね、スミスは演説をしてましたけどそういうことを彼は言うんですが、誰もそう思ってない、あ彼というのはテッですけどね、うんえ誰も、これは民主主義の戦いだみたいなことを言うんですけど、うんえー、オバマケアは民主主義じゃないみたいなことを言うんですけど、うんえー、まあ、誰もついていかないですね。すいうことになってますね今日は ということ一方で、民主党、そのクリントンさんとサンダースさんで、それぞれクリントンさんが勝ち気味ということなんですけどこの数字はどう見ればいいんですかこれ、まあ、最近、世論調査が非常に正確になっていますので、はいえー、想定内ですね、想定内ですよね、今回、ク、えーえー、リントンさん 8, 8個ですね、サンダースさん4個勝った。 まあ想定以外だったのは、さっき言ったえとマサチューセッツがヒラリーさん、えー、クリントンさんが勝って、サンダースさんが負けて、ただ、南部のオクラホ,クラホマとか、あるいはコロラド西部ですね、ここでえサンダースさんが勝ったっていうのは、これはちょっと番狂わせですが、あ,ありえることではあって、想定内です。想定内、これ、どう捉えるかっていうと、逆にサンダースさんにとっては大変、これから。<ー>サンダースさんっていうのは えー、奇跡を起こしてきたんですよね。風が吹かというかあの、風も吹いてきて、彼はずっと吹いて、うん、その風がありえない風だったんですよね、うんえっと。11月の時点で40ポイント下がられてたんですね、さえー、っとクリントンさんと。はい、それが1か月であれだけ近くなって、うん、アイオワでほぼ同点になって、ニューランプ社で勝って。 これは奇跡なんですようん、うん、ここまででくとでも、この奇跡のベクトルがもうちょっと止まっちゃったんですよね、<ー>その意味でサンダースさんにとっては、えー、スーパーチューズデーって、もうこれから大変にななるかなと思います、ね、止まった理由っていうのはあるんですかやはりこれまでが、まあ、あまりにも奇跡を重ねすぎたんでしょうかね、あ<ー>えー、それが、えーとまあ、前回、今回スーパーチューズデーですが、その前にサウスカロライナがあって、えー、ここでもクリントンさん勝来ましたけど、その前のネバだ。 うん、ネバダでもしかしたらサンダースがと言ってたんですね、はいはい、ここでひっくり返せたら分かんなかったです、もうちょっと今回変わってたかもしれないですけど。なるほどということで、サンダースさんの勢いがちょっと落ちたのが象徴的かもしれません、なるほどただ一方で、これで終わりではないから感じの書き方なんですよね、4つかったからね。 これあの、最終的にクリントンさんが勝ったとしても、はい、こうやサンダースさんの意見も聞かないと。その民主党の、その島民たちの声を無視したっていう形になるので。クリントンさんの、政策の内容に影響というのは、これ出てくるわけですか。あ,まありがとうございます。まさにそうだと思うんですね。うん、若者の声があれだけね、サンダースさんをね。 熱的だったんですよね、うんえー、ついあの実は1週間、えーと1週、月曜日に帰ってきたんですけど、1週間ぐらいアメリカ、ワシントンに行ってたんですけど、はい、やっぱり会う人ばっかり、会う人、若者は本当にサンダース支持なんですよね、<ー>左支持ってほとんど聞いたことがなかったですね、はい、私の大学院の師匠とかにもあったんですが、あのサンダース、本当に見直したと、あんな素晴らしい、はい、あの人になるとは思ってなかった、昔は本当に、なんていうんですかね、社会民主主義者で、えー、こう,う,うさんくさかったんだけど、<ー>これだけ見事に若者の心をつか <laughs> めるような人に大変身したとそれもまた極端な表現で、うさんくささからの素晴らしいっていう、いや、確かにでも、うさんくさいですよ、サンダースって、いや、サンダースは本当にうさんくさい所存、存在だったのにずっと、ずっと、異端中の異端ですね、無党派候補ですので、無所属で自分も社会民主主義者で言ってるところがまずおかしいですし、それだけじゃなくて、民主党と統一解放を組んでるんだけど、その中で揉めたりしたんですね、常にね。揉めることで目立って 何だろうこの人はっっててみんな思ってたんですね、はい、ただ、若者の前に立って、大統領選挙に出た若者の前に立って、演説をするとみんなこう変わるんですよね、その彼の演説、何回か何回か、これ、ビデオなんですけど、アメリカ流れてたのを聞いたら、一言、まず一言目がすごくて、私はやりたいことは政治的な革命だと、はあって、これでここ若者の心わしづかみなんですよね、ここから始まって、それを聞いてると、やっぱり夢があるんですよね、プリンターさんは夢がないんですよね、はいはい、この差ですよね。 ただ、えー、夢と組織力と、組織力が勝っていきます、これから、だから残念ですよね、<い>ある意味では、ね、現実にね、どうしてもやっぱり応答していくっていうのは政治の力でもありますからね、はいえー、数の論にもございますしね、サンダースさんはそこは本当に弱いところですね、さて、えー、共和党、民主党、それぞれの動き、見ていきましたけれども、アメリカの様子をです、ね、お知らせについて伺っていきたいと思います。